はい、今大分空港にいます、今回の旅をですねレスリー・ハリスさんに、感想を聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、今回は2泊3日という、当初2月から予定しておりました、熊本別府の旅ということで、2月に予定しておりまして、4月に熊本の地震が起きたということで、6月今日ここに来れるかなっていうそういう思いもありましたけど、なんとか旅の方も無事に終わりに近づいてきました。感想といたしましては、熊本城、また水前寺公園、そういった熊本の被災地等々を見まして、打撃ですね、地震による打撃の爪痕を見て、正直驚いたのが本音です。別府に関しましては、美味しい上田精肉店さんの唐揚げ、また友永パンさん、あとはおまんじゅう屋さんで、ちょっと名前忘れちゃったんですけども、なんていう名前のおまんじゅう屋さんでしたかね、カルカンのお店なんですけども、フローケン、フローケンさんですね。フローケンさんのカルカン、本店がありまして、そこで手作りでね、唯一手作りでやってるお店が一軒あるんです。そこのカルカンを食べさせていただきました。本当に美味しいなと、いいところに今回は、旅ができたなというのが私の感想です。年内まだ6月でございますけども、暮れにまたもう一度こちらの方に来ることができればいいなと、そのように思っております。ありがとうございました。